江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こちら K国の掲示板からのご紹介でございます。 K 国民、未来の産業に対応できず本当の危機だという最近のサムスン電子というスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではスレッドの格好を見ていきましょう。くーちゃんお願いします。 1.2023 年に初めてアップルに年間販売業で1位を奪われた。もともとプレミアム市場のみ押されていたが、全販売量で負けたのは初めて。中低価格市場も C 国企業に追撃されている。西活問題のファウンドリは圧倒的1位の TSMC に押されてシェアが減っていて、さらにアメリカ政府がインテルを後押しすることにより競争激化。3AI 産業の次世代ビジネスである HBM 高帯域幅メモリで SK ハイニクスにリードを許し、サーバー用 DDR5 でも主導権を奪われる。4世界の家電製品市場は IR、C 国 LG 電子、K 国 R プール、米国、三強構図。サムスンは5から7年前までは家電製品グループ1位から2位で頻繁に見かけたが、今は見かけない。5AI 方面は全く対応していない。今回のガラサイス24の AI も Google 内の技術を搭載しているので、サムスンのものではない。あー、今のギャラクシーの、S24 か、 AI をね歌ってるんですよ。こう媒体にもね AI を打ち出してるんですけど、 Google AI だから別にサムスンのじゃないよと。はい、ということでね、じゃあこちらに対して K 国の反応を言ってみましょう。他人のふんどしで相撲を取ってるってことですな。じゃあですね、こっち一人目。これは本当なのでしょうか。サムスンが危機を迎えた場合、我が国に対する打撃はかなり大きくないですか。半導体産業は米国も国策として力を入れている。危機管理能力が一切感じられない我が国の政府は一体何をしているのだろう。独自のソフトウェアがないから必然的に押されるしかない。確かにそうだね。まあ、ムン・ジェインの時も、ユン・ソクヨルもの、今もそうだけど、あんまり経済興味なさそうだもんね。二人とも。言われてみれば。確かに。まあ、ユンなんかな。別に検察出身だからな。我が国のブレインが集結する組織なのに、何が起きたらここまで衰退することができるのか。素直に言ってサムスンが滅びるということは国が滅びるのと同じ。これからは人口が減少して働き手がいなくなる。そうなれば工学方面の人材も乏しくなるから、いよいよサムスンの経営も傾くと思う。今サムスンの株式を売り払ったらかなり損するんだけど、それでも売るべきなのだろうか TT。 はあ、どうしてこんなことに TT。 本当にサムスン微動だにしてないんだね。びっくりしちゃった。昨日サムネイル作っててサムスン絡みの動画を出したんですけど、その時にサムスンの株価、あの NVIDIA が爆投したじゃないですか。先週の週末。それでサムスンが全然こう半導体株として買われていないっていう動画を上げたんですけど、あれどうなのかなと思ったら全然ピクリともしてない。むしろ若干下がってるんですけどね。びっくりしちゃった。全然もうミリも上がってない。半導体といえばサムスンだったのに、今は台湾企業に追いつかれてしまった。半導体強国も今は昔の話だ。 IT 業界は流れが早すぎて IT 企業もいつ滅びるかわからない。だから経営陣は常に危機感を持って対応しなければならなかった。このままどん底まで落ちていくと思う。携帯電話でも押されて、家電でも押されて、半導体でも押されて、もはや得意とする分野が何もない。やはり我が国はサムスン共和国のようだ。わらわら、 K 国の経済力や成長力の衰退とサムスンの衰退が完全に比例している。わら、今回は本当の危機だと思う。今のところ明るい展望がないし、サムスンの衰退をここまで肌で感じるのは初めてだ。平沢の工場で働いてるんだけど、3月には工場が閉鎖されるから、3月には人員が一斉退職になる予定だ TT。
国内で AI 技術を駆使する企業が一つもない。将来を担うのは AI 産業だと思うから、ここに乗り遅れると本当に危機を迎えることになる。国全体が下り坂で本当に良いニュースを一つも聞かなくなった。はい、というですね意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。折りたたみスマホとか本当に必要性が感じられない。過去のものを放って成長しとるだけのお前らに未来なぞあるわけなかろう、わら。今さら言うのか、前から分かってたし、ただ盗むだけだからこうなるんだろ。そもそも南に未来って目の前の足元レベルの未来しか見てないやろ。だってサムスンの家電ってガラス部分が不意に爆発するでしょ。サムスンがヤバいってかボロが出てきただけだな。 AI は邪魔だから真っ先に無効化するな、わら。お前らガラクター使ってるといじめられるんだろ。警告といえばサムスンって言ってた頃が懐かしいね、わら。パクってきたことでできる限界に至っただけだろうに、わら。所詮 iPhone の下請けしててパクっただけの企業、損切りの決断は早いに越したことはない、わらわら。労働人口少なくなるのに日本に就職する人らが多くなってるけど、まず国内に止めてこちらにこれ内容してください。蓄積してきて生み出したものは根本の性質も見直せて優れた種も生み出せるけど、上積みの技術は時間の経過で進化にも限度があって萎縮していくだけ。肝心な時に会長が逮捕されてたのが致命的。技術大国、 IT 強国、文化大国、何もかも虚しく聞こえるな。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは